今日は今から、キャスティングに向かいます。でもあのコンポジットカードが手元にまだない3日目なので、なんで3日目 ?4 日目かな。なので一回事務所にコンポジを取りに行ってからオーディションに向かいたいと思います。オーディション場所がブルックリンからマンハッタンの一番西に行くから結構遠いです。遅れないように頑張らないと。事務所に行って最新のコンポジをゲットしてきました。なんか受付のお姉さんたちがこのコンポ見て、うん、めっちゃ可愛いねって言って、なんかすごい表裏しっかり見られました。アメリカってそういうなんか褒める文化だから、すごいこっちも褒められてテンション上がります。今からキャスティングにこれで無事に向かいそうです。行ってきます。キャスティング終わりました。今日行ったキャスティングは、私が今所属している事務所のマネージャーをやってた人が移って移動して、キャスティング会社かな、移って、それで今回呼んでくれました。1本目がね、彼のキャスティングだったので、すごいなんか安心しました。あと受付のあのお姉さんが親切でお水をくれました。なんか飲み物いるって言われて、お水って言ったら水くれました。しかも普通のスパークリングもちゃんと聞いてくれるんですよ。なんかレストランみたい。Wait a minute. What? Do all of y'all have a ticket? You need a ticket to come in here. You can get the ticket though. Inside. Hey, Masano.8時半です。10時45分かなからキャスティングがあるので、今から準備していきたいと思います。朝ごはん食べ終わってお風呂入って今パックしてます。ビューティーのキャスティングの時は念入りに保湿していってます。パックして美容液とかね、クリームとかいつもより重めにしていってます。肌感を見たいみたいな、あんまり化粧してきてほしくないみたいな時あるので、なんか素肌見たいみたいなことがすごい多いので、こっちとかなので、基本まあすっぴんかな、まあ、日焼け止めぐらいは塗るんですけど、今ねこれ系使ってる、ダーマルのなんかめっちゃ大量に入ってるやつを楽天かなって買って使ってます。そうそう、一昨日、事務所のマネージャー、こっちのマネージャーねと女性なんですけど、ミーティングしまして、そう、どんな風にね働きたいのとか、私の今思ってることとか伝えてきました。すごい聞いてくれて、なんか日本ではどうだったとか、一日どれぐらいでこうキャラの話ですけどやってるのとか、あ、OK、じゃあこれぐらいだったらいいとか、そういう話なんかしてきました。そういう話ができるのいいですよね、やっぱりね。
そう、それで早速ミーティングが終わった次の日からキャスティングを入れてくれました。でその翌日が今日なんですけど、今日も朝からねキャスティング入ってるんですよね。そう、結構ねそうやってガンガン入れてくれるんですよ。でまだなんか手元にあのコンポジットカード、モデル側のオーディションで出す時の、 あの名刺みたいな写真が表裏あるやつ、それとかもねまだなんか手元になかったし、もちろんあのブック、それもオーディションで見せるあのポートフォリオですね、写真が自分の今までやってきたあの仕事だとか、あとはテストシュートとかが入ってる写真集みたいなのがあるんですけど、それもねまだできてない段階で、もうなんかとりあえずオーディション行ってみたいな感じでした。で私がなんかブック持ってないし、コンポジもまだ手元にないけどどうするみたいな話を、 WhatsApp っていうアプリ使ってるんですけど、こちらではどうするみたいな送ったら、なんかあの事務所に今日自分はいないんだけど、あの多分デリバリーで今日届くから、でレセプショニストに言っとくから、そこから受け取ってって言われて、僕はあのアミの、 あの携帯に入ってるのでいいよみたいなオンイヤホンとか言って、あそう携帯に入ってる自分のその仕事の写真とかを持ってったらいいよみたいな、もはやなんか iPad とかでもなくてこのね携帯でいいんだっていうね、実際に行ったらね結局ブック見せなかったですね。コンポジだけ渡して服着替えてあっちでフィッティングして、で、全身と寄りの写真を撮って終了でした。私もなんか前だったら、ブックないのに行くのとか、コンポジットどうするんだろうとかすごい思ってたと思うけど今はね、もうなんか朝気づいて、あ、ブックとコンポないけどどうするんだろうぐらいのテンションで、とりあえず聞いとくかみたいな、でもし受け取りに行かなきゃいけないんだったら早めに出るしぐらいの、何にもこう焦らなくなりましたね。なんかどうにかなるみたいな、なくてもどうにかなるし、まあ、今ちょっと着いたばっかりでないんですって、ウェブサイト見てねって言っとけばどうにかなるだろうっていう気持ちです。はい、大丈夫かな、さっきご飯食べたんだけど、はい、ついてない、まだ。あともはやいろんなキャスティング受けすぎてっていうか、受けすぎてなんか受けてきたから、あーどうなるんだろうドキドキみたいなのはもうないかも。行ってみて待ってる時もあまだかなみたいな、何やるんだろうみたいな、だいぶ気持ちが前にニューヨーク来てた時より楽になった気がします。そう、来る前はねやっぱりすごい不安とかあったんですけど、まあどうなるんだろうっていう気持ちとか、暮らせるかなとか思ってたけど、なんか来てみたらねすごいリラックスしてて、なんかやりやすいです。とっても事務所の人もそういう感じ、もう本当にストレスなしでやっていこうみたいな感じのメンバーだし、うちの今オフィスニューヨークはあのマネージャー一人しかいないんですよ。で、マイアミにも事務所あって、私一応そこにも所属、同じね系列だからしてるんですけど、マイアミに一人、ニューヨークに一人、ミラノに一人、ミーティングした時もあの彼女とミーティングして、でその後にじゃあ今からあのもしアミがよかったらフェイスタイムで何々と何々にマネージャーたちねにつなぐって言って、マイアミとミラノと、ニューヨークか、ニューヨークで4人でねフェイスタイムしました。なんか電波があのボロボロすぎて、なんか何言ってるか分かんなかったんですけど、
英語が聞き取れる人でもなんかわからないレベルの接続状況だったんですけど、でもなんかね、みんなニコニコしてくれて、ウェルカムバックって言ってくれて、その髪型いいね、好きだよとか言って言ってくれたりとか、あ、そうそうそう、そんな感じでなんか楽しく始まりました。オーディション終わりました。なんかビューティーのオーディションだともう楽しいですね。受かる受からないに関わらずめちゃめちゃ楽しい。しかもなんかすごい綺麗なライト組んでくれて撮ってたので、あの画面に映ってる私がとっても綺麗でした。楽しかったです選択したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ニューヨーク生活は始まったばかり、まだまだ続きます。もしこの動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは明日も良い一日をお過ごしください。鈴木亜美でした。